アメリカ映画。さらば、我が愛、ハオベッキで知られるチェンカイ開公監督のハリウッド進出作品。原作は、日記フレンチの、優しく殺して。ブギーナイツのヘザー・グラハムと、恋に落ちた、シェイクスピアのジョセフ・ファインズが共演するサスペンス。ポルノ並みの激しいセックスシーンもあり、一部、ビデオレンタル店では18歳未満、貸し出し禁止作品に指定されている。 ロンドン在住のアメリカ人のアリスは、ウェブサイト開発を担当する、キャリアウーマンであり、同性中の恋人のジェイクと、それなりに幸せな日々を送っていた。しかしある朝、出勤途中の交差点で見知らぬ男の視線を強く、感じたアリスは、勤務中でも男のことが、頭から離れなくなって会社を飛び出し、男を追って再会すると誘われるまま男の家で、今まで味わったことのない、 激しいセックスを体験する。それ以降、今日限りと自分に言い聞かせるも再び男のもとへ向かってしまうアリスの周囲で不可解な出来事が起こり始める。映画、キリング・ミー・ソフトリー配信公式サイト、シノラック、ありがとうございます。